はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、これ第3のビールですね。セブン&アイシリーズの、サントリーザ・ブリューのストロング。これはね、スーパーの、あそこだな。どこだっけ？スーパー。デパ地下に売ってました。デパ地下？ストロングセブン。どこだっけ？佐藤九日堂だ。伊藤洋華堂ね。いつもこれで思い出すんですよ。なんだっけな、あれ。そうそう、クレヨンしんちゃんで佐藤九日堂って言われてるやつ。伊藤洋華堂ね。この商品はセブン&アイグループとサントリービール株式会社の共同開発商品です。原材料は発泡酒、過去麦芽とホップと糖類とスピリッツ、過去小麦と炭酸ガス。ガツンと飲み応え。これね、結局セブン&アイって書いてあるけど、あそこには売ってないです。コンビニには売ってないっぽいですね、これ。デパ地下に売ってる。セブン&アイシリーズの、商品が売られてる、デパ地下に売ってる。まあ、簡単に言うと、伊藤洋華堂。伊藤洋華堂です。完璧。値段が120円ぐらいだったか。ああ。うん、飲み応えはあるね。セブンイレブンで売ってる、ブリューっていう、第3のビールなんですけど、確か結構美味しかった気はするんだけど、うん。確か結構美味しかった。うん、セブン&アイで販売しているザ・ブリューが想像以上にいける。これで123円は罪を感じるレベルとか。意味不明なね。全然、別に罪は感じねえだろうってことなんですけど、感じなんですけど。うん、まあでも、あれだよね。確かにコンビニで、123円で売ってて、まあ、第3のビールでそこそこうまいってなるとこれぐらいだよね。まあぶっちゃけた話、普通に金麦とか飲んでもうまいんだけど、うまい気がするんだけど、どうなんですかね。まあ、それよりも、コスパがいいのは、やっぱり、セブンイレブンとかの、第3のビールじゃなくて、セブンイレブンのあれっすよ。クリアクーラーっていう、チューハイ？あれが本当に美味しいと思う。うん、確かにこれは、ガツンときてるね、確かに。結構アルコールの、香りとかが、ま、若干あって、ちょっと癖のある味わいだけど、うん。まあ、なんかと一緒に食うには全然癖が気にならないんで、つまみかなんかと一緒に食べるときは全然。うん。むしろいいアクセントになる気がする。
これ単品で飲んでるとちょっと癖が目立つけど、ね、はい、うまい棒コンポタージュ味。まだ残ってた。サントリーの金麦とセブン&アイのザ・ブリューは同じものらしいということ。うん。まあ、多分嘘だと思うけど。さすがに。うん。飲み比べをしてる人がいますね。まあ同じではないと。結局栄養成分表に、が全く同じだったらまあ同じだろうなって言えるけど、違うらしいですね、やっぱり。エネルギー、まあいわゆるカロリーも多分違うっぽいね。うん、違うみたいです。だからエネルギーとかタンパク質、脂質、糖質、食物繊維、ナトリウムとかって、ここに書いてあるじゃないですか。これを見ればもう大体わかるんだけど。うん。まあ、商品自体は若干違うってことですね。それでもやっぱり気になったので、サントリーお客様センターに直接問い合わせてみました。ぶっちゃけ2つの商品は同じものですかと聞いたところ、お客様センターのお姉ちゃんが少々お待ちください。全く違うものですと断言しております。そりゃそうだよ。結構そういうのあるよね。確かに。うん。焼酎とかでもあるけど、宝酒造のさ、宝酒造の宝とさ、あと宝っ子ってやつ。うん。まあ飲み比べは大体わかるんだけど。ほとんど同じだよね。うん。うん。うん。特に焼酎とか、まあ、宝っ子の方が、マイルドなんだよね。ほとんど同じって言っちゃったけど。タカラはかなり尖ってて、ドライなんですけど。タカラっ子はかなりマイルドなんで。全然違うんですよ。うん。でね、いろいろググってる結果、ブリューのこのストロングは出てこない。出てこないの。ストロング。ググりました。出ました。ブログです。あれ？どっか、あれ？セブンイレブンのザ・ブリュー。おい、普通に売ってんじゃん。どっかのブログで、このストロングセブンを普通に、セブンイレブンで買ってる写真がありますね。11月4日。なんだ、普通にセブンイレブンで売ってんのこれ。新発売と書いてありますね。味自体に違和感はないけど、感想ですね。この人の感想。味自体に違和感はないけど、ノーマルのものと比べると辛口な感じ。うんうん。ただ結構、やっぱり。何回か飲んでるとあれだね。
構、あれだな。なんだろう。ちょっと、えぐみが多いね。うん。えぐみがね。えぐい。うん。なんかえぐいな。癖が強いな。ちょっと癖が強いな、これ。あ、このザ・ブリューってやつは、累計5億本突破らしいですね、このザ・ブリュー。そんなに売れてんだ。やっぱあれなんか、コンビニで、コンビニで安くて、多分金麦とかよりは安いんだよ、多分。うん。おそらく。だから安くて美味しい第三のビールってなると、まあ、だから金麦とかの隣にあるんだろうけど、いや、こっちの方安いから、つい買っちゃうみたいな感じで、買ったけど、お、これうめえじゃんみたいな。金麦と大して味変わんねえや。こっち、じゃあ安いこっちにしようっていう、10円ぐらいこっちの方安いからこっちにしようみたいな感じなんだろうね。うん、確かに。うん、まあ確かにスーパーとかの方が、スーパーとかで、金麦買った方が安いんだろうとは思うけど。でもそこはやっぱりコンビニですからね。コンビニってやっぱ高いじゃん。スーパーとかで買うより絶対高いんですよ。でも、高いって割には120円ぐらいで買えるから。あ、やっぱ、こっち買うか、みたいな。って感じなんでしょう。おそらく。まあ、こういうのっていうのは、なかなか面白くて。うん。ローソンで売られてるのとか、ファミマで売られてるの。だから、コンビニによって結構違ってくるんだよね。まあ当たり前だけどさ。でも、まあ、その違いを楽しむのもいいし、もうもう違いとかはもういいやっつって、安いから買うとかって。で、近くにコンビニしかないとかさ。スーパーがあんまりちょっと遠いから、いや、近くでコンビニでいいや、みたいな。人も当然いるだろうし。うん。それでいて、コンビニで手に入って、なおかつ、まあ割と安い。ってなりゃ、なるほどね。まあだから、スーパーで、100円未満で、まあ今100円未満は厳しいのかわからんけど。あんま第三のビール最近買わねえから。まあ、スーパーの方が絶対安いんですけど。まあ、そこをどうするかだよね。結局ね。まあ、いいや。まあ、これはちょっとあれっすね。人を選ぶって感じだけど、結構コクはある。うん、これコクはあるわ。甘みはそんなにない。ちょっと、
と苦めなのかな。香りもまあまあ普通ぐらい。まあこれは人選ぶかな。まあ俺はちょっといい、あんまりちょっとえぐい。えぐいの、でもこれえぐいの逆に好きだっていう人も多分出てくるし。まあなんかと一緒に、あの料理とかと一緒に食うとか、パリピが普通に焼き鳥とかでバーベキューとかするときにこれ持ってったら、うははは、で、酔って、大してうまい、普通にうまいっつって飲むと思うぞ。うん。多分なんかと合わせるのが吉だろうな、これね。4233です。ご視聴ありがとうございました。